今日ははんぺんでれんこんつくねを作っていきます。皆様こんにちは。発酵菌活生活で7キロダウン、快適生活を送っているママの発酵キッチンのおいちゃです。私のチャンネルでは体質改善、免疫力アップ、ダイエットにお役に立つ情報や、日々の生活に発酵食品を取り入れ、体に優しい無添加の発酵調味料作りと、それらを使ったレシピを紹介していきたいと思います。今日ははんぺんでれんこんつくねを作っていきます。それでは材料の紹介です。れんこん 150g、 はんぺん 90g、 卵黄1個、片栗粉大さじ2、合わせ調味料みりん大さじ1、お酒大さじ1、醤油麹大さじ1、シロップ小さじ1。れんこんの皮を剥いていきます。れんこんは半分はおろし金ですりおろし、半分はみじん切りにします。れんこんの食感が楽しめます。ナイロン袋の中にすりおろしたレンコンとみじん切りにしたレンコンを全部入れます。さらにその中にはんぺんをちぎりながら入れます。卵黄1個と片栗粉を入れます。全部入れたら混ぜ合わせます。袋の上から綿棒で潰しています。そして全体を混ぜ込んでいます。合わせだれを作ります。醤油麹大さじ1の中にみりん大さじ1、お酒大さじ1、シロップ小さじ1を入れます。混ぜ合わせます。ナイロン袋の合わさったのフライパンに入れていきます。ナイロン袋の隅を切って入れましたけど、形がいびつで失敗でした。途中から手で俵の形にして入れていきます。全部フライパンに並べてから火をつけた方がいいです。全部並べ終わりました。最初は触らないで一時片面を焼いていきます。裏を返してみたら色がついていますので全部返します。合わせだれを回し入れます。全体的に絡めて出来上がり。レンコンの食感がたまらなく美味しいです。サラダにするとき以外はすぐ調理しますので、酢みそにさらさないでそのまま使っています。少し余った時には味噌汁に入れたり、煮物に入れたり、またサラダに使ったりして食べています。はんぺんとれんこんつくねは一緒に使うとバランスの取れた栄養が得られます。はんぺんは魚のすり身でできているため、低脂肪高タンパクで筋肉や免疫力の維持に役立ちます。骨や歯の健康を保ち、骨粗しょう症の予防に効果的です。またダイエット中でもカロリーが低めなので食べやすいです。またレンコンは腸内環境を整え、便秘解消に効果的です。またビタミン C は美肌効果や免疫力向上に役立ち、風邪予防にも効果的です。ポリフェノールは抗酸化作用があり、老化防止は血流改善にも効果があります。今年はいろんな野菜が高い中、
レンコンが割と安く手に入って、はんぺんもそんなに高くないので経済的に優しいつくねです。作り方は簡単なので皆さんもぜひ作って食べてみてください。次回はレンコンサラダを作っていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。リクエストや質問はコメント欄にお寄せください。 SNS も始めたばかりです。いいねとシェアをよろしくお願いします。また来週、バイバイ。